皆さんも含めて、こんにちは、私は、じゃないんですけれども、多摩地域の小平市というところに乗った小平市議会事務をやっております。中倉重和と申します。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、いろんな、内容で、お話をされてたので、私はちょっと国道について、ちょっと国の件についてもちょっとお話ししたいなと思っております。まあ、その前に、まず皆さん、自分たちの今の生活どうですか？楽になってきてますか？苦しい、そうですよね。実際に実質賃金は25ヶ月連続マイナスなんですよね。25ヶ月、これは過去最高になってきましたんですよ。実質賃金が25ヶ月も下がってきてて、みんな豊かになるわけないですよね。にもかかわらず、国防の方はどうかというと、防衛費を2倍にする、43兆円にもするという話が出ております。我々国民がどんどん税金で苦しめておいて、そして国防となると43兆円もお金をつぎ込むと。しかもそのお金のほとんどがアメリカのポンコツな武器を買ってのお金にもなっていくということになっているわけです。今、自衛隊の方々もいろいろなことで苦労されております。皆さん、今の自衛隊がどういった状況に置かれているかというのをご存知でしょうか。安倍政権の時に安保改悪と言ってますけれども、安保法の改悪がありました。その時に自衛隊法というのも変わったんですね。その時どういったことになったかというと、自衛隊というのはもともとはアジア地域だけしか活動できなかったんですね。アジア地域だけしか活動できなかったんです。それをこの安保法のおかげで自衛隊は世界のどこにでも行けるようになった。まあ、これが一つの大きな点です。そして自衛隊は武器の使用については正当防衛にしかしていなかった。正当防衛のみでしかしていなかった。ところが今は命令があれば武器を使うことができるということに変えられてしまったので、ということは単純に考えると今の自衛隊は命令があれば世界のどこにでも行って、例えばアメリカがやれどこそこで戦争やるから来いと言われれば、自衛隊はその戦地に行って戦わなければいけなくなってしまう。そういったことも可能な形に安保改悪によって変えられてしまったわけです。しかも今の日本どんな状況かというと、まず、集団的自衛権のいわゆる対策、変更ですね。これも安倍政権下で行われましたけれども、閣議決定という全く議論を通さない中でそのものが議論は作られてしまったと。そして昔あった武器輸出三原則というものが今は防衛装備移転三原則という名前に変わっております。この件についても、去年ですかね、いわゆるそれまではこの武器防衛装備移転三原則が殺傷能力のある武器とかは海外には輸出できないということになってたんです。ところがこれも閣議決定で殺傷能力のある武器も輸出できるということに変えてしまったんですね。さらに敵基地攻撃能力の保有をすると、要は相手国が自分たちの日本を攻撃しようとしていることが分かったら日本から攻撃ができるということにもなってしまったんですね。敵基地攻撃能力の保持、これも決まってしまいました。要は日本はもし相手国が何かやろうとしたということで、万が一ミサイルで迎撃したと、それが相手国がそういった兆候がないのもやってしまったということになれば、日本が先制攻撃をしたということになってしまって、世界から非難を受けるということにもなってしまうわけです。ある、戦闘、カメラマンの方が言っておられました。自分がいろんな海外行ってるんだけども、その戦地に行ったときに、あなた日本人をどうして私たちが受け入れるか分かりますかと聞かれたらしいんですね。その時の答えは、あなた方のところには、要は平和憲法があると。平和憲法があって戦争しないということを守っているそうだと。しかも自衛隊の方々は、PKO 法という形で、
世界各国に出ていって、いろんな各地のインフラとか、そういった例えば橋とかですね、橋を直したり、道路を直したり、水道を引いてあげたりと、そういったインフラとかの整備をしていただいていると、非常に私たちは自衛隊に非常に感謝しているんだということになって、だから私たちはあなた方を受け入れるんだということを言われてたわけです。非常に日本の自衛隊、もしくは日本人というのは非常に感謝されてたわけですね。ところが最近の岸田政権下では、一番新しいところで言いますと、イタリアとイギリスと日本で共同開発で次期戦闘機を開発するということが決まりました。次期戦闘機ですよ。ということは、その戦闘機は間違いなくどこかの戦地に飛んでいって、どこかの国の何の罪もない人たち、子どもたちやいろんな住民の方々を殺戮すると、そういった戦闘機を日本が作って、それが世界で使われるということになってしまうわけです。ですから、このまま行ってしまったら、日本は本当に戦争ができる国、戦争フリー、アクル国になってしまうわけです。それを止めるためには、やはり政権交代しかありません。まだまだ例は新鮮に先ほどありますが、発言の国会議員がある、まだまだ小さな政党です。でも、小さな政党であっても、発言力、行動力は他の野党の2倍、3倍、いや、10倍もあると思っております。一部共同代表をはじめ、大石あこ共同代表、懲罰動議にかけられて、それから懲罰動議に決まってしまいましたよね。そこまでこの日本のことを考えて、体を張ってまでこの日本を守ってくれている、そういった野党は他にどこにありますか。令和しかないじゃないですか。ですから、令和が先陣を切って、先頭に立って、政権を交代した暁には、山本太郎代表を総理大臣するぐらいの大きな改革をしてですね、ぜひともこの日本を戦争ができる国から、の平和な国に変えていってもらいたい。そのためには先ほどもありましたけれども、やはり選挙が大事なんです。どうせ俺の一票なんてそんな関係ねえよとか、どうせ私が一票投じたぐらいではこの世の中何も変わらないわとか、そう思っている方がおられるかもしれませんが、そんなことはないんです。皆さん方のその一票、その一票というのが本当に大事な一票になります。ですから、もしかしたら近々、早ければこの秋口、もう遅くとも来年には、総選挙がございます。その選挙がある秋には、必ず皆さん、選挙に行ってください。そして、必ず一票を投じてください。どこに投じろとは言いません。皆さんが考える中で、この政党がいい、この人がいいという人に投票していただきたい。その一票が本当に大事な一票になるんですね。ですから、ぜひとも選挙に行っていただきたい。来年、もしくは今年の秋、間違いなく選挙がございます。その時に皆さん方が一票を投じてくれて、もし投票率が 10% でも上がれば、これ、絶対に政権交代可能です。そして、その秋には、令和新選組が先頭に立って、この国を変えていくと。いうことをやっていきたいと思っております。必ず選挙に行っていただきたい、選挙に行きましょうということを訴えさせていただきまして、私、お会いしていただき、私たちの演説をさせていただきます。どうもありがとうございました。